はいどうも、都市ボーイズの部屋です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。通常だと金曜配信、都市ボーイズの部屋はですね、自分たちのおすすめするものをね、はい、紹介するという、まあ、企画なんですけれども、うん、今回僕ですね、あるものを紹介したいんだけれども、はい、紹介するんだったらもう呼んじゃえいっそと思いまして、僕が紹介したいコンテンツ、人をですね、うん、もうお呼びしました。この方です、どうぞ。どうも、お久しぶりです。国沢一世です。お願いいたします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。コンテンツ扱いされてる。いや、私はもうコンテンツです。僕からちゃんとね、コンテンツという理由があるんですよ。はいはい。この最近の国沢さんのチャンネルを見ていますか、はい、あなた。あ、見ましたよ。で、まあ、僕も見ていて。国の時間。そう、国の時間です。92の時間。だから僕、国沢さんと連絡取り合うときはいつも国ってちゃんと92になっておきますから。うん、そうやね。呼ぶ人はいないんですよ、あれ。ね、あれはね。で、僕はコンテンツと言ってる理由があるんですよ。うん、はい。多分ね、国沢さん今、日本で一番不遇なんですよ。いや、まあ、いると思うよ、不遇な人の世の中。一回やったらまだわかる。例えば何かに巻き込まれたよって一回不遇はある。うん。国沢さん今1週間でもう何度も不遇ついてるんですよ、うん、そう、これがどん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 積み重なって一個の物語になっていて、うん、これを僕コンテンツ呼んでるんですよ。不遇な人という日本で一番今、あ、じゃあもう国の1週間がコンテンツ、そう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 、そうなんです。今すごいんですよ。でちょっと見てください、北村さん、お兄さん、はい、国沢さんの、うん、左目見てください。はいはい。いや、まっすぐ見られても、どうですか？なんかちょっとあれですね、殴られたみたいな。そうなんですよ。ちょっとじゃあ皆さん、あの1からちょっと今続いている、うん、あのすごい不遇の1週間のコンテンツ、あ、ちょっと20、30はちゃうかもしれないですけど、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？わかりました。すいません、お願いします。ちょっとひどいんで、コンテンツ、まずちょっと夢の話からしてもいいですか？はい、お願いします、はい、僕夢見ても全然覚えてないんですよ、うん、ただはっきり覚えてる夢があって、うん、それが後頭部を蜂に刺される夢っていうのを見たんですね、うん、でその日の夜中にたびたびその映像が思い出すから、うん、TikTok ライブで、そういえばさ、俺夢見ても覚えてないねんけど、うん、蜂に頭刺される夢見てんけど、夢占い誰か調べてくれへんってリスナーさんに聞いたんですよ、はいはい、そしたらみんな笑いながら、トラブルが来ます、トラブルが来ますみたいな書いてますみたいなので、うん、またトラブルかみたいなんで、その日終わったんですよ、うん、翌日です。まあ、新宿のイベントでね、朝の10時半入りやったんですよ、うん、だから早めに出ようと思って8時過ぎに家出て、うん、で電車乗ったんです。そしたら電車が赤羽らへんで止まって、うん、3時間缶詰になったんです僕。ああ、ありましたね、そんな、うん、止まってたの。あそこって確かに多いですけど、うん、3時間ってなかなかないですよね。ないでしょ、うん、それは奥っていう駅 の、うん、あの線路のところで火災が発生してしまって、うんうん、あのニュースになってた、そう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 、煙に、え、あのあれです、あ、あれです。いや、あれ結構ニュースになりましたよね。なってました、何回もなってたと思った、うん、あ、そうっすか。あれに高崎線だから、うん、ちょうどちょうど、うわ、食らったの、食らって、うん、で、まあさらにですね、そこにやっぱ僕はいつも引き寄せちゃうんですけれども、うん、車両の奥の方からなんか男性の騒ぎ声が聞こえてきて、おーおー、うん、で、なんだなんだと思ったら、うん、出発しろみたいな感じのやべえやつが来たんですよ、うん、あ、発車しろみたいなのがすごい来て、うん、あ、こいつ絶対にブワーッとすごい勢いで、あの車両来てるけど、うん、絶対俺の車両で止まるってもう分かってるんですよ。なんで？経験値が、経験値が、はい、データがあるから、不遇のデータがあるから。あ、そうなんだ、うん、で、案の定やっぱ止まったんです。おー、で、ずっと発車しろ、何してんだ JR みたいなのずっと騒いでるんで大変だな、それ大変だな、本当にっていうのを思ってて見てたんですね。みんな嫌そうに離れていくんですよ、うん、でも僕からしたら別に害はないし、まあいいやと思って、うん、直接、うんうんうん、でも目離すともしかして何か出したりとかしてやばいなって、ちゃんと見とこうっていう、最近多いから、それだけチェックしとこうと思って見てたら、ああ、次、そいつが多分もう待ちすぎて退屈になったんでしょうね、うん、座ってる人片っ端に、うん、お前男だな、暴れん坊将軍見ろ、え、孫悟空が映画になったわけじゃないですか、え、じゃない、パンパンさせろみたいな、パンパンさせろ、男女か分かんないみたいな、うん、そうじゃないですよ、でも判別はついてないですよね。でもなんとなく分かってるんですよ、男だなってで、お前女だな、うんうん、ベルセリの花見ろみたいな、なんか、うん、そういう、なんかそういう作品を紹介していってくれてるんですよ、うんうんうん、いい人じゃないですか、いい人じゃねえだろみたいなちょっと面白いなと思って、ちょっと面白い、確かに、どん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 来るから、うん、僕も何紹介されるのが楽しみだし、紹介されたらエピソードに出てくる、あ、いいですね、で、うんうん、いよいよお前らねえだな、お前見ろって言って僕なんですよ次、うん、僕の方をパッて見て、
お前なって言って飛ばされて唯一俺だけ飛ばされて待ってんのに一つ飛ばして、まあ、ピンさん以来の一つ飛ばしてになったんだ、一つ飛ばされて、うん、っていうのがあったんですよ、はあ、でまあ3時間ぐらい発車して、でイベント第一刻で始まって、うん、でイベント終わってで打ち上げ行って、うん、帰りの電車もまた止まるってのがあったんですよ。そう、実は帰りも帰りもでもそんなに長くなかったんですよ、10分ぐらいなんですけど。あ、でもですね、はい、帰りも同じ 赤羽で泊まったんですよ。あとさ、朝10時半入りのイベントに呼ばれるのも不遇ですよ、うん、いやほんまに朝10時半入り朝10時半入りなんですよ。え、何時からのイベントなんですか？11時半とかそうなったかな、多分。すごいっすよね、そんなイベントないっすよ。でしょ、いや俺も気軽に受けて、あとびっくりしたもん、うん、入り時間俺10時半田舎だぜって。で、まあ、これで TikTok ライブかなんかこう配信で、うん、やっぱトラブったねみたいなで、みんなでバーって盛り上がってたんで、夢のね、ネタになったっちゃう、夢占いって当たるんだみたいなんで終わったんですけれども、うん、その2日後です、スズメバチに刺されて。これあります皆さん、あの1回の夢、うん、スズメバチに刺される夢見ました、うん、言葉、はい、夢占いトラブルになります、当たりました、うん、でそれから寝かして2日後、うんうん、その夢、正夢にもなりましたっていう、うんうん、一つの夢で、夢占いの的中と正夢を僕経験してるんですよ、うん、あと思ったのが、うん、あんまり夢超えてもっと広いところってないですよね。ない、うん、なんか例えば家族に不幸があった、はいはい、死んだ夢を見ただけれども、はい、単純に普通に不幸だったとかね、手をかかったとかそういうこと、うんうんうん、後頭部より眼球の方がやっぱきついじゃないですか、うん、そこに刺されるって夢占い超えてくるっていうのが実際の方がね。何してたの？こんなところ、いやこれほんまこれも不遇なんですけど、はい、今 DIY をね親父と一緒にやってるんですけど、うん、不遇ですねそれね、なんで、うん、そこは不遇ちゃうね、そこは幸せそうね、作って物にもよるし、うん、家や、うん、あ、不遇だ、いや不遇ちゃう、不遇ちゃうね、昔話とかでしか聞かない、昔話でそういうやつじゃないよ。3匹の子豚ですか、うん、ね、その3匹のおじさんです、うん、もう一人なんかこう横遊びに来るおじさんいるんで、うん、3匹のおじさんです、うん、猛暑だから、うん、今休んでるんですよ、はい、もう、あ、そっかそっか、熱帯魚とかもありますね。ただ昨日は、うん、久々の曇り、はいはい、むちゃくちゃ快適な温度だったんですよ、うん、あ、曇天あったから、はい、ちょっと気温も低いし、はい、で僕でも今一人体制でやってるから編集もうちょっと間に合ってないから、うん、編集やらないと思ったけど、うん、親父が張り切った動き始めたんですよ、あ、はいはい、でちょっとやるって言ったから、さすがに親父一人でやらすのもかわいそうやなと思ったから、うん、じゃあちょっとだけ手伝うよって出て行って親父の横に行ってビス3本ぐらいビューブーって抜いたんですよ、うん、解体もしながら、あ、はいはい、ブーブーブーって抜いたらそこから蜂が出てきてパチンってやられたんですよ。え、抜いたところから出てきたんですか？だから蜂の姿気づく前にここにデコピンバーンってされた感じなんですよ。ああ、もうちょっと分かんないんですよね、なんそうか、そう、バーンって、何と思ったら蜂 5,6 匹目の前にいるんですよ。うわ怖っ、そうやばいと思って、もうやられたって思うんですよ、その時、うん、で、一気失ってるやん、これで、ね、目がね、アナフィラキシーで言うとこのね、そう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 、うん、あー、なるほど、やつダメですから、スズメバチはさすがに一軒目でもやばいなってのは思ってて、うんうん、で、親父にちょっとやばいって言ってスズメバチに刺されたって言って、で、もうめっちゃ痛かったから、はい、それで顔洗いに行って、で、もうちょっと今日やめるわって親父に言ったら、うん、お前もうやめんのかって言われて、うん、それはスズメバチのこと言ったんですか？言った言った親父ってすごい変わってるというかドライな部分があって、うん、あの例えばねちょっと遺族が無理心中されたお話があったんですけど、うん、未遂で終わったお話があったんですけど、そのニュースを2人で飯食いながら何も喋ってないんですよ、うん、飯食いながら見てた親父がテレビ見てて、お前は行く時一人で行こうって言われたんですみたいな、うわ不遇っすね、こういうのがこんなのねイージーですからね、出てイージー、あの僕生き量がずっと続いてるんです。え、進行形ですか今も、うん、で僕では生き量がいついるかいないかなんか分かんないじゃないですか、まあまあ確かに、で生き量いるいるってなってて、でそれが分かったのがこうやってスマホで写撮ってる時に考察ブロックで、まあ、この部屋にも多分生き量いると思いますって言って、そしたらラップ音だったんですよ、ああちっちゃく、で、わ、怖っと思って終わって、自分で編集しようと思ったら、その音って、スマホを爪でカンカンカンって叩いてる音なんです。ほうほう。だから、この部屋にもいると思いますって言ったら、カンカンカンって合図したんですよ。で、怖いなってなって。で、その後、翌日、僕らの手っていうドッグカフェやってたんで、そこに行ったらドッグランでワンちゃんがずっと遊んでたんですよ、トイプードルたちが。で、あ、可愛いなと思ったから、いつも挨拶行くんですね。で、でもこんにちはって言ったら、ほんまにトイプードルたちがえげつないほど牙むき出して、
ほんまに見たことないぐらい、うん、あ、トイプードルかっていうぐらいのマジで魔物みたいな顔してて敵をむき出しでね、わーって来て、もう飼い主さんがもうごめんなさいごめんなさい、こんな子たちじゃないんですみたいな感じになって、うん、もうやばいやつやん、ドッグカフェのオーナーがワンコに、一番ダメでしょ、ダメでしょ、うん、なんだこれと思って、すいません合わなかっただけかなと思って出て行って、で翌日めちゃくちゃ仲いいワンちゃんが来たから、うん、おいカールって遊びに行ったら、カールもバーって喜んできたのに U ターンをして震え始めたんですよ、うん、へー、でこわーっと思ったら、そのゾッともっていうイベント出てもらった、はいはいはい、も、うん、あれに出た時にあのソウさんと撮った写真、はい、お客さんが撮ってくれた写真に一気量がもうがっつり写ってて、でマネキュアについた指とかも、うん、はっきり写ってて、赤っぽいやつですよね、ちょっとね、そうで、それが今日ちょうど来る前にあの撮影してたんですよ、蜂のエピソード、不遇のエピソードを喋っとこうと思って、晴れた状態でで喋って、それを編集してたらまたあの爪のカンカンカンっていうのが入り始めたんで、うん、今までこちらが見つかりました。何急にシリがなんか見つかる、すいません反応しました、すいません、シリが怖いからカンカンカン、ビビるから、自分が一番ビビるんですから、カンカンカンって音がまた入ってきてるんですよ、でこっからいつも生きるよってスタートしたんで、うん、しばらくおとなしくしてくれてたけど、また何か合図、この不遇続きの中でカンカンカン、私だよって合図なのかなっていう、ちょっと怖いなっていうのが今始まってきてるんですね、そう、だから今スタートなんですよ、はい、これで、うん、はい、そう、だからどんどん多分、あとだからあれもあるんですよ、あのねちょっとごめんなさい名前うろ覚えなんですけど、池袋でロケをしてた時に、はい、ワンちゃんがね公園でバーッと足元来たんですよ、はい、飼い主さんのところで、うん、あ可愛いワン、あれワンちゃんじゃないって思って、え、うんうん、見たら赤花熊か花赤熊かちょっと名前忘れたんですけど、うん、っていう、はい、アライグマの一種なんですよ、珍しい、知ってます、アライグマ、いや知らない知らないです、で初めて見て、え、なんて名前なんですかって言ったらそういう名前言われて、もう初めて見ましたって言って何もしてなかったら、うん、その飼い主さんがあすごい人懐っこい子なんで触ってあげてくださいって言われたから、あ、いいんですかって言って触ったらバチバチ噛まれて引っかかれ噛まれして、で血だらけになったんですよ、俺傷もここに残るぐらいのちょっと流血しててめっちゃ、うわ、でそのさらに痛たたったらった瞬間にブンブンって残ってここに、うわ怖っ、来たんですよ、うん、でもどうしようもないから触られへんし、ちょ、あのすいませんって下ろしてもらっていいですか、うんうん、すいません、え、下ろしてくだ、あのすいません下ろしてください、え、下ろしてください、全然返事しないですよ、うん、あれ何すかそれって見たらめっちゃ僕のこと写真撮ったんですよ、俺さすがにどうしていいか分からへんから初めての動物やし、まあまあカチ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 ってめちゃめちゃないでしょ、それ笑ってんすかその人は、無表情、無表情、なんでですかそれ、めっちゃ怖かったんですよ俺、え、どういう人でやってるの、ないそんなこと基本、え、それ、はい、結果勝手に降りてった、結果俺がもう池袋で土下座してる形でこうだから自らをスロープ化させて、そうそうそう、それで下ろしたんですよね、そう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 、滑らしていって怖っ、悪魔とか悪いものが体に乗り移ると、うん、あの動物が怖がるし凶暴になるって言うんですよ、うん、その映画でさ、うん、オーメンあったじゃん、うん、ダミアン君っていうのがいて、うん、これがあの悪魔なんですよね、うん、子供なんです、形は子供なんですけど、その子が動物園行ったら動物が騒ぎ出して、うん、めちゃめちゃ興奮する、攻撃的になるっていうシーンがあるんですよ、うんうん、それみたいだなと思って聞いてて、あかん、そうなんですかね、もしかしてだから悪いものが入ってると動物を嫌うって言うんですよ、うん、で、はいはい、タイにね、はい、夫婦で行ったんですよ、はい、行った時にワンちゃんがいて、うん、あるお寺に、うん、そのワンちゃんっていうのは生き霊がついてると吠えるっていう意味なんですよ、うん、で話を聞いてったら、いや、あの生き霊がついてる人は近づいてダメだよって言われて、うん、君らもダメだよって言われて、奥さんは OK で、噛みつかれるよって言われて、あ、そんなに変わるんですか、どう、そう、犬は変わるよって言われて、だから動物って生き霊ついてるとむちゃくちゃ嫌がるんですって、めっちゃ怖いやん、だからそれかもしれないですね飼い主も怖かったけどな、ご主人の賞っすね、いや、ご主人やめてください、俺マジで動物と共に暮らすって決めてるんですから、諦めてください、いや、なんでやねん、あ、なんでやねん、いや、ちょ、こっちから言ってんねん、大きな声で言うのはそれはもうパワハラなんです家の前の木枯れ
いや、除草剤、除草剤で。ビッグモーターね、それも。やめてください、ビッグモーターは。すいません。はい、申し訳ない。今後、だから、すごい、どんどん来るんじゃないですか。そう、だから、今マジで、一番注目してほしいコンテンツっていうのは、国の時間で、うん、国の時間を多分ずっと見てれば、うん、日本一不幸な話がどん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 、こっから投稿されていくと思うんで、そうなんです。今、スタートなんです、ちょうど。うん、だから、今紹介しようと思って。うん、はい、日本一不幸になってる。ありがたい、ありがたい。まあ、もう。ありがたい。ありがたいか分からんけど。どんどん体壊してきますよ。はいはい、だんだん。周りだんだん。あの、俺、本当に引いたことがあって、うん、俺の体から何が出てんのっていうことがあったんですけど、僕、昔ね、5年ぐらい前かな、サプライズで誕生日会を、うんうん、その仲間芸人たちが開いてくれたんですよ。うん、で、バーベキューやってて、で、めっちゃ感動して嬉しいと思ってて、うん、うわ、嬉しいと思ってて、でもみんな幸せな気持ちで、その時にテントウムシ、七星テントウが、はいはい、僕の体にパッて飛んできたんですよ、うん、で、まあ、僕が動物好きってみんな知ってるから、うん、すごいねってテントウムシまで来るんだねみたいな、このハッピーな世界です、はいはいはい、好きなんやと、で、いや、うわ嬉しいなって言って、このテントウムシ飛ばそうと思ってパッて持って、あのテントウムシ歩かしたんですよ、うん、でバーッて歩いていって第二関節で死んだんです。マジで生き絶えたんです。そう、あ、だからここでしばらく止まってるから飛ばへんから、みんな、はい、もう懐いてるやんって、うんうん、え、すごい、めっちゃ可愛い、テントウムシもそんな分かんねんなって言ったら、うん、いや、分かるんかな、なん飛べよって言ったら、ポロンとちょっと死んでたんですよ。えぇ、ー、はい。負が耐えれなかったみたいです。怖っ。墓場なんですかね。生き物の生き物、ね、執着点なのかもしれない。だから、あの、有名なその自殺ポイントの崖みたいな感じ、うん、ああ、いや、そうですね。東尋坊。東尋坊です。はい。そう。東尋坊です。動物たちの東尋坊です。自分、東尋坊です。はい。ちょっと気をつけた方がいいっすよ。いや、そうそう、本当に。いや、もうそんな、両手、ねえ、ね、痛めてる人に、まあ、橋本慎也みたいな。僕で、ほんまや、橋本慎也。橋本慎也みたいな。腕、ね、両腕にあって。もう、こうするだけですだと。今の動きだと。高いよね。いや、そう、まあまあ、僕は僕でね、あの、うん、あれですけど、うん、国沢さんのがヤバそう、2人はちょっとね、ちょっと、どっちかっていうと、うん、まあ、そう、気をつけてくださいよっていう、まあ、ちょっとおすすめしたかったです、うん、僕は、部屋でね、はい、うん、じゃあね、あの、うん、今後何かあったら、そうそう、ぜひぜひ国の時間を見てください、うん、皆さん、両方刺されたら、じゃあまた来ていただいて、両方刺されたら、そうですね、うん、こう来てください。いや、どっか迎えに来て。ここで待ってるんで。あ、こ、いやいや、こう来たらどっか迎えに行ってください、それは。テントウムシだらけで、で、でも死んどるよね、死んでるから。ずっとね、これ歩くたびにポロポロ落ちてくるんですよ。ぜひお願いします。はいはい、国の概要欄にね、はい、国の時間の URL 貼ってますんで、ぜひぜひもっとね、裁判の話とかむちゃくちゃ面白いんで、はい、それとかもアップされてるんで、ぜひ見てください、はい、面白いんで。はい、国沢さんでした、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。